はい、どうも、バースデーの西村です。さあ、今日は皆さん、ロケーションがまた今日は違いますね。ね、今日はですね、何の動画を、撮影しているかというと、本日は記念すべき、ね、もう記念すべき、もうお分かりだと思います。バースデーチャンネル、チャンネル登録者数1000人突破記念企画、本日撮影していきたいと思います。皆様のおかげさまでですね、チャンネル登録者数も当初の目標の1000人、ね、突破することができました。で、毎回区切りの際にですね、記念の動画毎回撮影させていただいてるんですけど、本日はですね、1000人特別、1000人突破記念特別企画としてですね、今回はかなりミレニアム、そしてプレミアムなね、ゲストとあと内容を撮らせていただきたいと思います。で、ずっとね、1000人突破記念企画何にしようかなってずっと考えてたんですよ。で、今ね、Eバイク映ってるんで、Eバイクなんかなってもしかしたら思ってるかもしれないんですけど、これはね、ちょっとらしさを、まあ今日は天気もいいしね、本日ね、のゲストと、まあちょっとゆかりのある場所というところでね、ロケさせていただいております。今回の内容としてはですね、もうなんとなくですよね、画面見てもらうと、まあ一応ヒントは隠されてるわけですよ。で、本日ね、来られてるゲストっていうのはもうね、ほとんどね、動画上でのね、メディア露出っていうのはほとんどないです、実際で。多分ね、生の肉声、なんかアドみたいなのあるんじゃけどなんか、ね、生の肉声だったりとか動いてる姿って、静止画をご覧になられた人多いと思うんですけど、多分なかなかないと思います。で、もうバースデーといえばね、あの方、あのブランドね、っていう、もうなんとなく気づいていただければと思います。そして今回は1000人ね、突破記念企画っていうことで、もうかなりスペシャルなんで、今回は YouTube のですね、バースデーチャンネルの視聴者の皆様に喜んでもらえるようにですね、本日はちょっとね、視聴者のプレゼント企画っていうのを、準備させていただきました。で、その内容に関しては、応募方法と、内容に関してはこの動画のですね、一番最後に、ちょっと詳細をご紹介いたしますので、またそちらもですね、バースデーチャンネルの概要欄の方に、もちろん貼ってますんで、そちらを参考にしていただければと思います、ね、今日はマジですごいですよね。わざわざね、こうやって来て、でしかも今回はもう僕ずっと、実はこの1000人特別記念企画、ね、突破記念企画っていうのはすごいね、前から悩んでたんですよ。何にしたらみんなが喜ぶかなと。で、900人突破記念企画ね、こちらサムネ貼っときますけどね、佐沼の渡辺さんにね、先日は登場していただいたんですけど、まあ、今回は実は僕いろんなこと考えてて、でちょっとその本日のゲストさんにですね、相談させていただいたらですね、わざわざ、本当にそのわざわざですよ、わざわざ福岡まで来ていただきました。で、僕もうあっちで撮ってもいいなと本当は思ってたぐらいだったんですよ東京でですね。でもわざわざスケジュールも開けてくれてですね、わざわざ来てくださったんで、本日かなり貴重な内容の動画となってますんで、よかったらこのまま最後までご視聴ください。で、そして今から本日のスペシャルゲストをお呼びして早速撮影していきたいと思います。本日のスペシャルゲストはレターズのデザイナーの向田雄一さんです。こんにちは。これはすごいことでしょ。最高ですね。もう俺ね、だけどほらね、言ったじゃないですか、さっきヒントがあるよってね、レターズって書いてるじゃないですか、ね、そういうことです。で、今日はね、福岡市のね、皆様のね、憩いの場所の、まあ、Eバイクのロケ地でもね、よく使わせてもらってる大濠公園、
撮影させていただきます。でね、今回ね、ゆうちくん、わざわざ東京から来てくださったんですけど、なぜこの場所でロケをしているかと言いますとですね、実はいろいろ理由がありまして、向井田くん、実はあの出身がですね、福岡なんです。そうで、福岡で、まあ、ゆうちくんのすごい好きな場所ということで、毎回ね、帰省の時とかにゆうちくんがいつもここでね、一人でお茶をしていると。で、今日はそのお茶をするところに僕らが割り込んだ感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なかなかね、生ですから、生動いてますよね、ね、動画です。動画でゆうちくんが出てるっていうね、なかなかないと思うんですよ。で、チャンネルいつも見てくださってる方からすると、まあ、僕らのね、紹介する、レターズっていうのはいつも、見ていただいてるんですけど、なかなかね、デザイナーさん本人にね、登場してもらって、まあ、こういう感じっていうので話すことってなかなかないと思うんで、なかなかね、これは、まあ、貴重なね、機会になるんじゃないかと思っております。まあ、ゆうちくん、ついにね、今季の秋冬が始まりましたけど、はい、どんな感じですか、進捗は。まあ、まだね、こう3割ぐらいしか入っては来てないけど、一応10月中にはある程度フルラインナップ揃える。おお、10月、まあ、ここから。うわ、てか、最近でもゆうちくんはもうあれよね、だってもう次のシーズンの仕込み。そうだね、もう SS の次のサンプルの仕込みやってて、まあ、10月展示会もあるんで、またそれはそれで楽しみにしてる。ごちゃごちゃになりそうよね。目まぐるしいですよ ね、めちゃくちゃ。で、次のシーズンでやりながらもう今のやつが進行してるわけね。もうなんかごちゃごちゃになりそう。そう、うん、でももうなんか秋冬は秋冬でね、もうなんか自分の中では終わって次に切り替えてやってるような感じ。意外とだからそこは、まあでもつながりもね、なんかあったりもするから、シーズン制は。なるほどなるほど。あんまりなんかこうワンシーズンワンシーズンデザインがゴロッと変わるような作り方もしてないから、そこはやっぱりその本自分的にもその変えてない、変わってないっていう感じなの。そうだね、なんか変えるべきところはちゃんと変えつつ、うん、まあなんかこう新しいデザインのデザインで入れるような感じを意識してやってた。うーん、まあ、結構変わっとうけどね、いつもね、新鮮っすもんね、見るもの見るものが。まあ多分俺たち毎シーズンずっと見てるからね。そうですね、余計にね。でまた今日は何これ、レザー、レザーの、はい、レザーを。おお、これいつのやったっけ。これは今年の SS ですかね。あ、そっか、はい、もうてかほら、何個もあり、もう持ちついぞって、ね、いつのやったっけっていうあれになるっていうね。スタッフ全員レターズマニアですからね。そうない、そうで、ほらね、皆さん大好きですね、パーパーね、パーパー入ってます、僕ね、早速ね。いや、で、今日、ゆうちくんは今日は今日全然着てない古着ですか。まあ、これさ、意外と どうなんやろね、デザイナーさん、あるあるなんかな。なんか、どうやろうね、結構全部めっちゃ着てるっていう人意外と少ない。そうっすね、少ないっすね。本当着るときは着るけど ねでも T シャツとベルトと、あ、これ今入ってる、ジュエリー。あ、これよく写しておいて、これこれ俺がめちゃくちゃ今回楽しみにしてるこのブレスレット、かっこいいっすよね。これやべえな、やべえ、本人つけとってまた余計に欲しくなる、うんうん、もう俺もこれね、実は自分の分頼んで、はい、すげえ楽しむ、ここら辺は。ちなみに今日じゃあ、ゆうちくんもじゃあ古着。そうだね、うん、スニーカーは新品で、あと全部古着。レターズ以外だったら古着が多い。そうだね、古着が多いかな。なんかブランド物も全然着るけど、うん、でも古着は好きだから、まあ、着てるから。まあ、でも他のほらデザイナーズ物着る。着るけど、でも最近全然買ってないかな。でもインポートはなんかたまにやっぱり買ったりするけど、うん、でも本当ここ最近はもう靴ぐらいかな、あれ新品。ああ、そっか、うん、意外とでもそうかもしれないね、ゆうちくん。あんまり買っ
出ない、うん、すごい気になるけどねどんなん買ってないのっていうのがゆうち君結構小物とかもね、確かにですねやっぱゆうち君やっぱかっこいいの持っとるもんね、いつも、いやなんかいつも、あ、直すしないで、うちの誰かがそれを真似するっていうあるもんね、あるあるですね、確かにもう、いつの間にか買ってるみたいな、まあ、あとアウトドアものとかはね、結構ナイロン系のやつとかはパタゴニア着たりとか、あそうか、アークティビクス着たりとかはあるけど、なんかパタゴニアとかあんまりこう知らん人からしたら、まあ、イメージないよね、いや絶対ね、多分イメージ湧かないと思う、うん、ね、確かにですね、 レターズに入って、でも雨の日とかはやっぱ着たりするし、やっぱじゃあその機能的にちょっと、そうだね、なんかあんま傘さすのも好きじゃないから、そういう時に傘さすのスカンソーだよ、落ちたよね、ほら中学校で高校の時のさ、なんか悪いやつ、ほら傘ささんやつとかずぶ濡れで帰るやつ、はい、いました、いました、いました、おったよね、はい、傘さすの嫌がる人、そうっすね、ね、それやもんね、ちくん傘ささる、まあ、好きな人いないっすからね、傘まあそうやけどさ、ずぶ濡れになってまではないやんなことない、濡れないようにだから、そういうの着てフードかぶって、なるほど、え、ちなみにじゃあせっかくなんで今日あの見てくれてる方がね、まあレターズのねデザイナーの、ゆうち君が実際そのどんなこと普段やってんのかなってね、多分日常の雰囲気って多分、ね、なかなかわからないと思うんですよね、あのゆうち君じゃあ、え、朝、あの結構いつも朝早い方ですか？いやでもそんなめちゃくちゃ早いわけじゃないけど、うん、でも起きてすぐ何か行動するっていうのはあんまり苦手だから、うん、だから割とこうなんていうんだろう、仕事始める前はある程度30分とか1時間とかその場所ついてゆっくりしてから仕事するような感じ、なんかあの結構ほら優一くん、なんやろな、なんか なんていうこと、結構綺麗なよね、全部が。ああ、なるほど。わかるかな。だから丁寧な暮らしってことですか。なんかね、俺そういう感じがすっごい伝わるというか。なんか本当あんまりこうごちゃごちゃした状態の中で仕事したりするのはすごい苦手かな。だってなんか散らかってたりしても全部こう綺麗に整えて一呼吸置いてからじゃないとなんか考え事するにしても。なんかそれがなんかレターズのなんか服にそのまま投影されたような感じするね。細かいや、めちゃくちゃ確かに確かに細かいし、あとあれがない、あのなんか B 品とかそういう、ああ、そうそうですね、確かに、そうそうそう、そういうのが一切ないっていう、確かにマジですごい、あのなかなかね、多分皆さん分かりにくいかもしれんけど、あの展示会僕らこう行くじゃないですか、半年に1回ね、行ってでサンプル見るけど、まあサンプルズバリでそのまま来るブランドって実はなかなかないんですよ。でもゆうち君もピタッとそこに合わせて作っていえいえ、でそれをピタッと納品してくれるっていうね、うん、とんでもないことなんですよこれ。で多分皆さんほら買うね、買うことまあ買うことで なんていうの、買うタイミングでしかね、あの洋服に触れるタイミングないと思うけど、僕らはほらその見てそれをオーダーして、で最終的にお客様に届けるって仕事してるから、ここのね、あの間全部僕ら見てるから、いかに丁寧でね、すごいことやってるかっていうのがすごくわかる。だから僕はあのこうレターズのね、ゆうち君のその性格っていうか、そういうのそのままね洋服に出とるな、そう、あのこのライフスタイルにも出とる。だってお店もめちゃくちゃ綺麗よ、ね、確かにですね、びっくりするよね、いい匂いだし、ね、いい匂い、そう、どこ行っても綺麗やし、でどこの写真撮ってもかっこいいっていうね、びっくりするよね。だって今ちょっとここの周りのロケーション撮ってもらうと分かるけど、多分この感じやったらどこの 絵とかでしてもさ、すごいこう綺麗になると思うけど、ほんとそんな感じ、綺麗そう、これ結構分かりやすいかもしれない、そう、すごいどこから撮ったみたいな絵になると思うけど、あれ俺立ったはずなの、座ったみたいなあ、変わってないよねみたいなねなったけどね、なんかせっかくやる、いやもう、ゆういちさんのなんかね、
こういうライフスタイルのお話だったりとか、まあ、結構夜中ねしっかりお話聞いたりとかしてるんですけどそうだね。まあでもほら優一くんほらいつもほら福岡、うん、結構帰ってきてる。いや帰ってきてるじゃない。いやいやいや帰ってきてたけど年だって最低4回は帰ってきてるでしょで多分ね分かると思うんですけど、うん、あの結構俺たちも実は押しかけていったもんね。ね毎月会ってるんじゃん。そうですよね。どのぐらいの頻度で会ってるんですかね。いや今本当いやマジでかなり会ってると思う。マジで。だって俺が4回帰ってくるし4回以上まあ来ますからね。で来たら大体会ってるし。まあポップアップではね2回仕事で帰るけど、ね、でもそれ以外でも結構帰ってきて。めちゃ会っとんね。チャットしめっちゃ電話するしね俺たち。なんか些細のねことでもコミュニケーション取ってそうだね。なんか円滑に毎週ね、はい、会ってない時も連絡取って、うんね、状況説明し合ってやれてるからそこはやっぱすごいいいなって思う。確かになかなかそこまで密に連携してやっとうところってあんまないよね。うん、そうですね実際。やっぱレターズって人気ブランドですからね、うん、なんかフォローもしっかりこう対応していただいたりとか助かってます。確かにね。やっぱあの意外とさそういうのってねどこも多分なかなかできんし、うん、そうっすね、うん、やっぱこれやっぱ結構重要かもしれんね。確かにっすね、うん、でもねこうお店とお客さんもそういう距離感がね、うん、あったりするから、うん、なんかブランド側とそのセレクトショップもやっぱりそういう部分があった方が絶対、うん、お客さんに伝えれることもね増えたりもするし、なんかそこは大事にしたいなって思ってはいるか。確かにね。まあ、自分でねこう中目黒の方もお店があったりするから余計になんかそういう状況も分かるし、なんかそこはそこで大事にしたいところがあるから、なんかただものがいいものができてそこで完結するっていうよりは。やっぱお客さんに手がに届いてからがやっぱりね作った甲斐がある部分もあるし、うん、ああやって来たいこうやって来たいっていうのもなんか提案してちゃんと提案してもらったりすることも望んでることでもあるからそこは絶対大事にしてほしいな。やっぱよくやっぱ私もよく考えてんなやっぱ。伝わるもんね、そういうのがなんか。でもやっぱ販売10年やってたっていうのはやっぱ大きいと思う。確かにそうかもしれないですね。でプラスね、その最初の5年間ぐらいはその地方での洋服、俺も地方のセレクトショップで働いてたっていうのもあるから、なんかそこの大事さは絶対にある。販売10年か。そうだね、10年。福岡5年、東京5年。意外とどうなるね、デザイナーさん意外とそこまでの人とはないの。いやあんまりいないんじゃない。意外と少ないよね。何割ぐらいいるんでしょうね、そういう販売員だったりとかこう売る側を経験されてる方っていう。どうなんだろう。でもほらちゃんとがっつりの人は少ないかもしれない。少なそうですよね。うんうん、なんか本当は、まあ、ものづくりの方のね仕事しててその延長線上でデザイナーになる人、うん多いかも。確かにですね。確かに。やっぱ販売やられてたら買い手の気持ちも分かるし売り手の気持ちも分かるし、ね、作り手の気持ちまで全部分かっちゃいますよね。なんかそこは大事にしたいっていうか、まあ、作ってもらってる人たちにも、うん、なんかこうモチベーションを上げて作ってもらうためにやっぱりこっちはこっちで、ね、提案して作ってもらわないといけないし、うん、でもやっぱそれで出来上がったものだからこそそれで伝えてお客さんに渡してもらう作業は作業で大事にしてもらいたいな。なるほど。うん、でもほらレターズって結構ほら例えばシルバーやったらエンデン頼んであったりとか、うん、いろいろあると思うけど、うん、そのああいうのって、うん、実際そのゆうちくんがその考えたデザインを持って、うんうん、持ってって、うん、どんな感じで物が作られている。いやでもなんかまあ一回でこう打ち合わせしてバンってこうできるようなものでもないからやっぱ普段からこう
コミュニケーションと、やっぱコミュニケーションもね、やっぱそこでもね、そこはあるかな。なんかこう俺がこういうの好き、ああいうの好きっていうのを向こうの人もやっぱ汲み取ってくれてたりもするし、まあもちろん伝える努力もするけど、なんかこう一回じゃあ打ち合わせしてその場でパパってできるようなものでもないから、なんかこう言葉で汲み取ってもらって自分が想像してた以上のものにしてもらえる時もあるし、やっぱそれが伝わらなかったらね、こうイメージ通りのものにならなかったりする時もあったりするから、でももう今はね、なんかもう、まあ、そのジュエリーにしても生地にしても、まあパターン、その洋服のライン作ってもらうものにしても、もうチームはできてるから、ある程度なんかこう1から10までこっちが伝えなくても、なんかこう想像通りのものだったり想像以上のものが出来上がってきたんですよ。へー、それは本当恵まれてるなと思って。あのほらどうなんその結局さ、なかなかなんていうかな、どんな感じなんやろな、ほんといつも思うよ。だって結構さ、もう作ってる人とかって結構気難しいというかね。え、なんかでも気難しいと思ってるでしょ。え固まったけどね、現実みたいな気難しいのはあるんじゃない、多分神経質だと。まああるよね、うん、結構なんかナーバスな感じやもんね、うん、みんなやっぱそうっすね。それはあるよね。なんかやっぱまあノリで作ってないから、ね、いやそれは絶対ないね。だってめちゃくちゃ考えてるもんね、うん、実際その服、まあてか服のことだけなんじゃない、考えてるのか。そうだね、なんか本当ね、それぐらいしか取り柄がないから。いやすごいと思う、逆にそれだけこんだけね集中してやれるって。でも楽しいよやっぱり、うん、なんだかんだやっぱ好きなんだな、うん、やっぱ。そうそう、なんか自分が着たいもの作ってるし、やっぱりまあなんかね、その仕事としてブランドはやってるけど、でもやっぱりちゃんと自分もかっこいいと思えるものにしたいし、自分も、まあ、今日全然着てないけど、やっぱ自分がちゃんと着たいものを作れてるっていう部分はすごい恵まれてるなと思うから、だからなんかこう伝えやすいというか、セレクトショップの人にも伝えやすいし、お客さんに対しても本当自分が好きで作ってるから、なんか偽りなく伝えれる部分があるから、うん、そう、好きなものじゃないですか。すごいですね、なんか着たいもの作れるっていうのはすごいと思います。いや、なんかそれができてる時点で恵まれてるなと思う、うん、確かにですね。別になんかね、全身着なくても、なんかこう1点ずつでも取り入れてもらったりしても全然いいなと思う、うん。でもほら不思議とさ、まあ、うちのバースデーのお客さんに関してはさ、結構1個買っていくとなぜか最終的にほら全部買っていく。そうっすね、確かに全身スタイリングする人が結構多いやん、少なくないやん、そういう人。それはありがたいよね、でもなんか ね、そうなってもらえるのは。いや、だからそれがすごいなと思うよね。だってレターズのデニム買ったらさ、上もなんかしなきゃレターズしたくなってしまうわけ。なんか100点満点の互換性を出せるのって多分レターズ、同じブランドなのかな。いいこと言うね、いいこと言うね、確かにね。あとなんかあんまりこう単品のイメージも、まあ一着一着のね、その強さもあるけど、でもやっぱりこうスタイルでの提案はやっぱり結構意識して、まあルックにしてもそうだし、なんかコーディネートした時のバランスとかも、やっぱそこも意識してデザインしてる部分もあるから、なんか必然的にそういうのは。なるほどね、やっぱスタイル内のスタイルね、結局間違いないですね。なんか1点の強さっていうよりは、なんかやっぱトータルバランスであの雰囲気が出せるようにはなんか意識して作ったりはしてるから、その生地のバランスもそうだし、ディティールのバランスもそうだけど、そこは常に気をつけてる、うん、それはあるかも。やっぱスタイル売りだわ、うん、間違いない。やっぱスタイル売り、スタイル売りするところが、これはもう間違いない。本当そう思う。そうっす ね、もうなんか服
枠で売っとうとこれはダメだと思うね。確かにですね。これはもうお店とか、ね、ブランドさんと関係なくね、これそうだと思う。スタイルね。スタイル売りです。いかにそこで魅了していくか、人々をね、っていうところ。それをやっているデザイナーの向田君です。すごい、すごいよね、マジで。すごいと思う、マジで。ね、でそして、ね、まあ、過去1回だけね、実は、レターさんね、ゆういちくんに1回登場してもらったね、動画あるんですけど、その中でもちらっと話したけど、僕らもともと同じ福岡の同級生。こういった専門学校のね。そう、学校もね、同じでね、まあ、服飾系の専門学校行って、で、まあ、デザイン科ですよね。で、そこでね、僕と、ね、ゆういちくんが同じクラスだったわけですけど、ね、まさかのね、まあ、まあ自分で言うのないんやけど、まあ、まあ一番優等生と一番学校にいなかった人がなぜか一緒に仕事をして、でなおかつデザインレターのデザイナーになって、ね、で俺はバースでやってるっていうね、こういう形になるっていう、誰も想像してなかったまあでもこういうのもね、不思議な縁というか巡り合わせでね、なってるわけで、なんか本当この年になって改めていかに恵まれてるかっていうのがすごいこう分かるというかね、なんか友達にこういう友達が、友達ってなかなか言えんよね、うん、一応おっしゃるやけど、なんかちょっと俺もかしこまった感じで一応いいよけど、でもなかなかできないと思う。だからこそのなんか間柄というかね、お店と、まあ、バースになくてはならないレターズって位置づけにはなってる、間違いないです。それはでも感じるでしょ。もう一番ですね、もう圧倒的に感じてます。めちゃくちゃ感じるよね、実際。なかなかないよ、こんなこと、ね、ないよね。本当ありがたい、まあ、メーカー側と、ね、こうね、お店も持ちつ持たれつな関係性が、はい、まあ、ありますからね、まあ、どんどんまた工場もね、できていくだろうし、なんか新しい取り組みもね、うん、増えていけばいいなと思う。まあ、YouTube もね、もうなんだかんだね、こうやって続けてるの、すごい。あっという間に1年経ってますね。ね、そうね、すごいよね。マジで出たくないなと思って。すみません、出ていただいてありがとうございます。いや、まあ、すごくない。要は、いや、今回超すごいと思うよ。でも偉いよね、本当3人ともさ、こうやってね、梅もそうだけどさ、みんなそれぞれのスタイルで説明して、うん、でもやっぱあれで。ね、こうがきっかけになってやっぱりこうお店に来てくれたりとか理解してくれる人たちが絶対いるのは、うん、あのすごい感じるから、それは素晴らしいことだなと。いや、ありがたい、嬉しいこと言う、ありがたいお言葉でした、ね、ほんと、ね、気づけば1000人ぐらいになってる。いやほんとすごいわマジすごいと思う。そう、このね、特別なこの記念にを、はい、レターズのゆういちくんに登場してもらうという ね, ね、そしてね、まあ、今回ね、まあ、最初の方にちょっとプレ、まあ視聴者さんにプレゼントっていうことなんですけど、それもね、実はレターズの実はゆういちくんがね、実はちょっとこうプレゼント、うん、ちょっと用意してくれてるらしいです、はい。で、まあ、プレゼントの概要に関してはね、この動画の一番最後にね、ご紹介しますので、ぜひね、最後ご覧ください。で、せっかくなんでこうゆういちくんも来そうし、ちょっと今シーズンね、22回目の、ザ・レターズのね、コレクションに関して、まあ、ちょっと今からほらデリバリーしてくるアイテムもいっぱいあるし、なんかおすすめって言ったらあれよね、デザイナーさんにおすすめなんですかって聞かんよね、普通全部ですってなるので、ね、見てきて感じてくれよっていうね。でも色の使い方とかは今回ちょっと今までと違うっていうか、うん、ああいうこう白っぽいエクリューカラーが、うん、そのパンツでもシャツでもあったりとか、うん、そこはなんか結構新鮮に見える部分でもあったりするし。確かにですね、白パンツってその今までのシーズン通して初めてですか？一回昔作ったことがあって、でもなんか今回秋冬だけど、なんかああいうちょっとこう
そうっすね、うん、あんまりなんかないよ、カラーリング確かに、まあ、あの 白のパンツは買うんじゃないみたいな、あ、僕買いますオーダーしてるんで、もう分かっと思うんだよ、なんかこう、あれはね、そうっすね、なんか、うん、やっぱ冬場、秋冬って結構暗めのアイテムがやっぱこう売れる傾向にあったりとか、やっぱこう重い感じになっちゃうんですけど、ああいうアイテムがあればやっぱこう抜け感が出て、うん、結構なんか冬場でもこうちゃんとこう色使いで楽しめるファッションができるのかなと僕は思ってますね。まあ、あとね、そのルックの動画も上げてくれてたけど、あのルック見てもらったら分かると思うけど、なるほど、なんか変わってないけどやっぱり多分全然違った状態に見えたり、変わってるんだよね、そうですね、なんだよな、僕結構はその小物使いがすごい特徴的だった気がしました。あ、そうね、まあなんか全部にね、今回こうハットかぶらせて、うん、全部あのネックウォーマーつけたりとかしたから、そこはなんかやっぱりみんな目がいってたりもするし、うん、まあ、あのレザーのフリンジのビーズのアクセサリーのやつとかもあったり、あとブーツもね、今まではミドル丈だったり単靴のタイプで作ってたのを今回もロングで刺繍入れたりして、いや楽しみっすね、あれやばいよマジで、誰が履くのっていう、ね、いやてかさ、攻め通っちゃ攻め通るよね、うん、いやないよなかなか確かに、しかも日本のブランドで、そう、すっごい珍しいと思う、だって靴のブランドじゃないけんね、なのにあのクオリティであのブーツでしょ、いや本当、ね、俺はみんな買うよねそりゃ欲しいわ、確かに、もう俺ずっと聞きようもん、優しくにあのブーツまだかなブーツまだか早く履きたいです ね、もう早く見せたいよね、もう早く回せたいよね、もうそのためのあれを、ね、そうなんですよ、こういうスタイルに合わせるため の、ね、やっぱもう俺それを見てしまっとうけんさ、確かにですね、そのなんかなんかね、違うの買っ、なんかもう、待てんかったけど、なんか買おうかなと思ったけど、もう買い切らんかったもんね、他のやつは、もうそれを見てしまっておけ、確かに、ね、なんか代用が効かない、そう、10月には入る、10月ですね、うん、楽しみ、10月です今月中に入る10月来るらしい、でもなんかやっぱ革靴と革ジャンはね、なんかやっぱずっと好きだから、うん、毎回作ってるし、で今回で言ったらレザーはね、こう鹿革であえて茶色っぽいのを作って、黒が逆にない代わりに黒はフェイクファーで、ああいうちょっとボリューミーな体重で作ってる、今回は、なんでディアスキー、でもなんか最近結構やっぱなんて言うんだろう、シープだとちょっと上品すぎるし、カーフ牛革とかだとちょっとこう重すぎる感じが、なんか鹿革ってあの脂肪感の感じとか、こうツヤ感の感じとかが、なんか今自分の中で気分が、はあはあ、で黒でもないなと思って、なんか今回それでああいうチョコレートブラウンっぽい感じ、あれ意外とチョコないもんね、意外とあの、いやすごいっすよあの皮あれ皮はね、なんか毎回やっぱりその時の気分毎回違うけど、毎回買ってしまうんよね、欲しくなるんよ本当にこうオーバーじゃないもんね、確かにね、実際さ、でもうあのみんな皮持ちすぎてさ、お客さんも含めてそうやけど、みんなで歩けるともう何この人たちみたいになるもんね、レザー先生みたいな、みんな全員レザー着とうし、皮着て、もう皮の上下なんて当たり前やし、だってほら、なかなかいないと思うよ、革上下で着てる人で、革のブーツ履いてよ、革のパンツ履いて、革のじゃあ、革で着とったら、全身革、全身革ハードですよね、黒がない代わりに黒はフェイクファーで作って、で、まぁ、あ、今回ああいうエクリューカラーがあったから、それはもう超スペシャルで、ああいうムートンで、うわ、今年の冬は結構最強の素材コーデできると思う、多分そうっす ね、確かにじゃない、作りすぎたなとは思ってるけど、うわヘビー、超ヘビーアウター、贅沢だな、スペシャルで、やっぱだけ好きなんやね、そういうのがね、やっぱ好きなものを作るっていうね、素晴らしいと思いませんか、間違いないです ね、あとね、こうシャツとかも形は変えてないけど、今回ああいうエクリューっぽい感じの無地があったり、モカの無地があって、
で、まあチェックはチェックで、オンブレのモカと赤があったり、赤はオンブレじゃないけど、うん、でもあのチェックはチェックで、やっぱウールのフランネルで作ってるから、やっぱ素材感もすごい軽かったりするし、うん、薄いけどやっぱり秋冬に適した感じで出ちゃったりするから、早く見たいよね、みんなね、見たいよね。実際俺もほら実物見て触ったのほら半年前や。そうっすね、約半年前、ね、約半年前だし、また実物見たいもんね。いや、まあなんか形もね、もうあんま変わってなかったりするけど、でもなんか色と素材感はなんか実際店頭で触れたり着たりしてもらうと、なんか違いがまた分かってもらえたりはするかな。なんか展示会で見る洋服と実際に入ってきてバースデーの中で見る、ね、洋服ってまた全然違ってくるんで。そうね、絶対変わってくるから。確かに、はい、なんかその半年後のなんかこう思考もやっぱ若干変わった可能性だってあるんで、うんうん、しかしね、こう置いてるね、セレクトのブランド、他のブランドとの合わせによってまた違った提案できたりもすると思うし、なんかそこはそこでやっぱりセレクトショップの良さだと思うから、なんかそこは大事にしてもらったらいいなと思う。え、あの、いや、今ちょっとふと思ったんやけど、ザ・レターズっていうお店があって、まあ、うちセレクトショップでいろんなブランドがこうあります、で、例えばやけど、そのやっぱそのほらブランドのヘッドショップで、やってるわけで、ほら今でもお店によってはさ、他のブランドさんちらっとやったったり結構するけど、そういうのはどう？実際。どういうこと？いや、今までね、やってみようかなと思ったこととかないのかなと思って。他のブランド。ああ、うちのお店で取り扱うと。そう、いや、全然なんかそれはやってみたいなとも思ったりはするから。そう、まあ、いずれなんか、まあ、周りで作ってる人もいたりするから、それでなんかちょろっと仕入れしたりしたことはあるけど、なんか、またそういう気分になったり、なんかタイミングがあれば他のものも扱ったりとか。がっつりっていうのはないもんね。そうだね、なんかがっつりはないかな。でもやっぱほら、ゆうちくんとかこだわりがやっぱすごいでさ、なかなかないやろね。まあでもなんかね、やっぱその時その時で結構ね、気分も変わったりしちゃうから、なんかこう絶対にこう固定でこのブランドをセレクトするっていうのは正直難しいかもしれない。でもなんかうちだけのものじゃないものもあの空間に置けたらいいなっていうのはなんか思ったりもしてるけど、なかなかそれの行動ができてないから、そういうのを今後やっていけたらなと思ってます。なるほどな。見てほら、うちみたいなほらセレクトの中であるレターズで、ブラックストアのあの感じのもう全部レターズの世界観のレターズ、ね、でまた多分見え方もね、全然違う、全く違いますよね。まあ、どっちもね、良さはあるしね。まあ、あの概要欄にね、レターズの、あのお店の場所貼っときますので、ぜひご覧ください。これもね、みんな東京来た時は、ね、ぜひぜひお待ちしてます。ね、あのそうね、なかなかね、ゆうちくんに多分店頭で会うのはちょっとなかなか意外とないかな。いや、でもちょこちょこ立ってるから。マジ、うん、マジ未だに会えたらラッキー。会えたらすごいな。会えたらラッキーだね、マジ。でも、甘いな。ね、いや。やっぱだから、好きなんだろうね、そういうのも。あ、お店立つのも好きで。ね、なんかね。でも、絶対自分からデザイナーですとは言わん。言わない。言わんよね。言わなさそうと思って。絶対言わんって、しれっとやっとる。知らない人は、だから普通に販売員だと思う。普通に。でもなんかその反応も面白いんだよね。あ、なるほど、なるほどね。すごいわ。それちょっとびっくりするわ。蓋を開けたらデザイナーだったっていう。やばいですね。ビビるやろ、それ。びっくりしますよ、ね。マジで。やべえ、マジで。怖いわ。僕だったらいけないっすもん。やばいよね。気まずいと思って。やばいよね。まあ、あの、ちなみにほら、今月の末か、また10月。あのレターズの次のシーズンの展示会あるけど、次はちなみに、まあ、どんな感じで、もう俺が聞きたい。楽しみ。でもなんかこの秋冬の
感じをつなげてる部分もあるから、だから割となんか、どうなんだろうな。難しい。でもほら、レターズさ、そんなね、シーズンでしか感じするよね。そうだね。だからなんか春夏だからって言って半袖のシャツとかもないし、ね、めっちゃ急に夏っぽくなるとかないもんね。うん、そうですね。素材めちゃくちゃ軽いとか。こういうものはほぼない、ね。やっぱジャケット系が一番多いですか。そうだね。変わらずジャケット品番が一番多い。でもね、やっぱみんななんだかんだ言いながらさ、みんな好きやん、そういうのが。そうですね。やっぱり、なんかもう T シャツ何枚もみんなさ、顔しとった。確かに。ね、やっぱ上着とかさ、そうですね。ね、やっぱ重いものがみんな好きなわけやん。だけど、ファッション好きな人は秋冬が好きとか言うけど、多分レターズ好きな人って多分ずっと年中着れるけん。そうですね。そこもいいんやと思うの。確かに、確かに。だって、ほら、迷わなくていいやんね、うん、別に。5月だからこれとか、6月だからこれ買わないとか、そういう選択肢はないわけ。確かに。欲しければもう買えばいいし、ね、そういう選択になるけどやっぱいいよね。そうですね。俺もそれすごいいいと思う。やっぱ素材の選定がやっぱ SS でもなんかこうちゃんとこう1年通して着用できるものっていうのが、ね、はい、多い気がします。って言ってね、なんかそんな薄いものばっかりっていうのはないから、ね、うん、なんか春夏物でも秋冬でも全然着れるようなものも多かったりもするし、まあ、それはそれで来年お楽しみにしておいてもらえる、ね、さすが僕らね、はい、今月ね、今月末ですかね。俺と、はい、まあ、リュウちゃんで行くんだ。はい、そうですね。まあ、海はちょっとね、お前行きたいやろうけど。はい、行きたいです。まあ、ずっと言おうけどね。まあ、ずっと言っとうけど、そうね。でも、やっぱうちのリュウちゃんが許してくれない。そんな、YouTube 上で言わなくていいじゃないですか。いや、向井田さんが許してくれない。そうね。いやいや、まあまあね。まあね、いや本当はみんなで一緒に行けるのが一番いいんやけど、ね、そうです ね, ね。でもお店があるって、ね、なかなかね、そういう風にみんなで見るっていうわけにいかんから、うん、あれだけど、まあ、あとね、11月に、ね、ポップアップも多分そうです、ね、やったりするし、うん、まあ、別注も別注も仕込んだりしてるんで、ね、結構目玉アイテムもありますんで、そうですね、うん、11月ね、それはそれでまたね、YouTube 撮ってもらって、そうですね、別で、そうか、もう言っちゃったね、そう、11月はね、結構、もりもりで仕込んでますので、皆さん、楽しみにお待ちください。はい、はい、じゃあ、ゆうちくん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。朝早くから、わざわざ来てもらって、楽しかったです。ね、また次回もご期待ください。ね、じゃあ、このまま、動画、最後までご覧ください。さあ皆さんいかがだったでしょうか、はいね、今回の YouTube 1000人突破記念企画のスペシャル企画レターズのゆうちくんに会いに行こうじゃないですか会いに行こうじゃなくて会いに来てもらいました会いに来てもらうっていうねいかがだったでしょうかなかなか聞けない話がねいっぱい聞けましたよねそうですね僕寝坊してあの、まあ、頭全然回ってなかったっすあの一緒実はねリュウ僕寝坊したんですよすいません寝坊しとってで急に電話かとして、さすいませんで、あもういいよって言ったけど電話してきて、その後マジで15分後に来たんでバタバタそうで、でそのままその撮影してしたけど、もうリュウさん頭がまあこれね、多分後でもう一回見返してくださいまたね、また見返してもらったら多分ね、分かると思うリュウさんが全然喋ってないんで相槌しか言ってなかったっ、うん、そうそうもうなんかあの俺もあのマジで何も喋らないなと思ってもうほんと寝起きだったんですよ、すいません本当にいやいや、まあ、まあでもねあのちゃんと撮れたし、はい、バッチリ撮れましたよかった、ね、よかったです、はい、じゃ あ, あのちょっと本題なんですけど、はい、あのまあ今回ね1000人突破記念企画ねもうほんと皆様のねこの日々 の, この皆様がこうご視聴してくださるおかげでねこの僕らがこうやって毎日この動画をね配信してね、たくさんの人に喜んでもらってるということなんですけどまあこれもね一人皆様のご視聴者様の、お力なんで本当に、まあ、重ねてですね、お礼を申し上げたいと思います本当にいつもありがとうございますでそして今回は、ね、動画でも言ってましたよね早く言ってほしいですよね、はい、今回はプラスアルファねレターズの向田雄一くんプラスアルファまさかの、ね、ゲストの向田くんからまさかのこのご視聴者様に今回はまさかのプレゼント用意していただきましたよいしょ、ね、すごいよね、 やばいっすよねいや俺たちが用意するならまだしも確かに
レターズのデザイナー本人が、いやもうせっかくなんで、じゃあ僕にも協力させてくれと、ありがたいということでね、言ってくれて、プレゼントしてくださるそうです。で、ちょっとね、プレゼントのね、応募方法、気になりますよね、皆さん。じゃあ、今回のプレゼントですね。はい、じゃあ皆さん、何か分かりますか？この今ね、このね、画面の中に今ヒントがあります。何でしょうね。はい、何だと思いますか？さあ、なんだろうな、あー、いいね、いいね、ああれいや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 、高すぎでしょ、これはね、ごめんなさい、さすがにね、やっぱこのクラスはね、ちょっと無理かも、ちょっと無理かもしれないですね、無理かも、はい、確かに、そうね、あと、いや、どうかな、正解は、こちらのグラスホルダーです。すげえ、マジこれね、そうなんですよ、これもね、実はね、こうつけてるんですけどね、こっちはね、そう、今回革ひもタイプの革ひもタイプグラスホルダーを、グラスホルダー、はい、こちらの方をね、向井のゆうじさんから10名様限定で、すげえマジ、はい、10本も半端ないご用意させていただいております。やばいマジ、はい、で、一応ね、これが今回プレゼントなんですけど、まあプレゼントの応募方法、はい、もうじゃあちょっと、はい、ですね、バースデーチャンネル1000人突破企画としまして、こういうね、グラスホルダーのプレゼントをね、10名様にさせていただきたいんですけど、応募方法っていう、応募条件っていうのがですね、まあ、2つありまして、1つはですね、チャンネル登録のスクリーンショットをですね、撮っていただくと、チャンネルちょっとこちらに出しておきましょうかね、こっちの方に。 そして、オフィシャルのですね、インスタグラムのバースデーのアカウントがあるんですけど、そちらのフォローも、はい、よろしくお願いします。オフィシャルのインスタのアカウントと YouTube のチャンネル登録ね。そうですね。で、もちろん既存のね、今もう現在もうすでにもうチャンネル登録なんかとっくにやっちゃってるよみたいな、でインスタももちろんフォローしてるに決まってるよという方ももちろん応募できますからね、はい、もちろんその方も、同じですね、両方のスクショを、はい、送ってもらいましょう。そうですね、送っていただきましょう。で、YouTube のチャンネル登録のスクリーンショットと Instagram のフォローのスクリーンショット、そう、こちらもですね、オフィシャルの Instagram のバースデー福岡のアカウントがあるんですけど、そちらの方にインスタの DM でですね、まあ、2つのスクリーンショットを送っていただいて、最後にですね、よろしければバースデーの応援コメントというか、そう、ああ欲しいね、欲しい、それをちょっと添えていただけたらすごく嬉しいです。もうね、はい、感想とまでは言わないです。そうですね、応援コメントね、もうそれだけで、もうそれをね、読ませていただいて、もしかしたらそれも抽選のね、厳正なるというのね、その結果、もしかしたら反映されるかもしれないですからね、もしかしたら、ね、一生懸命熱量込めて、ね、でも、これ、もらえますかね、はい、マジ。そう、結構スタイリングのアクセントになるし、夏とかはやっぱサングラスとかつけられるからですね、うん、ここにグラスホルダーとしてちゃんと役割しても、ね、ワンポイントとしても結構僕はすごく好きなネックレスですね。ね、で、一応、じゃあその今回ね、マレターズね、応募方法ね、もちろんそれちらもう概要欄の方にね、詳細もちろん載せてます。そうですね。で、でもう本当お間違いなくお願いしたいのが、バースデーのオフィシャルのインスタグラムですね、はい、オフィシャルのインスタね、うん、僕らの個人アカウントじゃなくてオフィシャルの方です。オフィシャルの方に DM してください。そうですね。で今回ね、もしかしたらね、応募がねめちゃくちゃ殺到するかもしれないから、でやっぱね、せっかくなんで、まあね、レターズの、はい、ね、よし君がもちろんプレゼント用意してくれたんですけど、ちょっとね、せっかくなんで、もしね、その抽選、応募多数の場合は、僕からもね、ちょっとプレゼント用意しようと思って、マジですか、うん、ちょっとね、今実はこっそりね、なんとなくちょっと考えてたことはあったんで、なるほど、なるほど。で、でもちろんね、レターズの、ネックレスがもちろんね、まあ、メインというか、そう、もちろんメインで、それ以外の、まあ、もう例えばほら、感想でもなんか熱量が高い人とかなんか、ああこの人やばいなっていう人とかいたら、ちょっと俺個人的にちょっと送るかもしれない。なるほど、なるほど、なるほど。ね、なんで、なんかね、できれば着用のね、洋服のサイズ着てるとか買い取ってくれるとちょっとありがたいかもしれない。そしたら、ね、だって着れるの送ったって、まあ、パジャマになったら、まあ、奥さんにあげるなり子供にあげるなりするかもしれんけどね、まあ、できれば着た方がいいですよね。できればね、できれば着てもらった方がいいし、うん、でも確かにそれも僕今頭の中で考えてるのも、そんなにこう数があるわけじゃないから、はい、ね、
どんだけ遅れるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、でも僕もね、もう普段皆様がこうやって見てくれてるんで、うん、できるだけたくさんの方にね、もっとバースデーを、ね、身近に感じていただきたいんで、ちょっとこのね、こういう何っていうのかな、チャンネルのさ、この意義というかね、そういうのをみんなでね、こうあの分かち合えたら、確かにこの価値をね、確かにと思うんで、うん、ぜひ皆様、熱い応援コメント、お待ちしてます。お待ちしてます。はい、で、申し込みのね、期限、ね、が、ちょっとこちらに出しておきましょうか。はい、こちらに出しておきましょう。した、した、ね、はい、こんな感じになっております。でこの、ここが、期日締め切りの期限として、はい、でそこから、まあ、僕らがその厳選なるその抽選、はい、なるべく本当にフラットにもちろん抽選するんで、そうですね、うん、でその中でちょっと抽選させていただいて、僕らが後日、はい、お荷物お送りさせていただきますんで、送り先の住所とかね、電話番号とか、名前とかお間違いのないようによろしくお願いします。そうですね、うん、なんか抽選で当たった方には僕たちから DM を差し上げるんです。住所とかそういう細かいところ聞いていきましょうか。そうね、そうね、そんな感じにしていきたいと思います。そうね、はい、それがいいね、はい、さあ皆さん、今からとりあえずここのね、まず第一関門の1000人、はい、突破をねできたんで、こっからは次は次の世界ですね。今から新世界編突入ですから、あ、はい、いいですね。もうグランドライン突ね、ついに突破の超えることができましたんで、今から新世界、新世界、ね、これからね、バースがね、また新しくね、さらにグレードアップして、このチャンネルの内容ももちろんね、そうですね、そうですけど、スタイリングの精度であったりとかね、もうもっと楽しいチャンネルにしていきますんでね、これからも次のネクスト1万人ね、1万すごいね。5000いきましょうか。そうね、5000いきましょう。ちょっと待って、区切りがそうだね。そうですね、1万5000ぐらいですかね。そうね、いや違う、1500、3000、5000いきますか。高望みすぎかな。次でも1500とかにしとかなきゃいけんのかな。そうですね、そうね、まあ、1500、2000って言ったらね、うん、まあ、どんどん見えてくるけどね。そうですね、日本中にね、バースデー のセレクトショップ福岡、バースデー福岡のね、うわやっぱえ、お店を、お店のです、お店の存在をですね、知っていただきたいのでですね、はい、はい、ちょっとぜひよろしくお願いします。今後とも、はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあ皆さん、熱い応援コメントお待ちしてますんで、ぜひうちのね、概要欄ちょっと見ていただいて、応募方法お間違いなくね、そうですね、応募していただければと思います。はい、はい、毎日ですね、僕らこんな感じでやってるんで、応援これからもどうぞよろしくお願いします。いたします。はい、じゃあ本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。